よろしくお願いします。皆様こんにちは、高島でございます。マイクの調子悪いようでございますけれども、何しろ、都市圏の皆様とですねご協力いただきながら進めてきたこのフィルムコミッション事業13年目を迎えるわけでございまして、これまで751件の映画および、ロケ支援ということで携わらせていただいている次第でございます。26年度の主なロケ支援としては、去年9月に能古島を中心にオール福岡で撮影が行われました夏休みの巨匠、これは今お手元にパンフレットをお配りをしているわけでございますが、こちらがいよいよ全国に先駆けて7月11日から福岡で公開予定となっております。ぜひ、こちらの方もですね、能古島に行っていただけるきっかけになればいいなというふうに思っております。また福岡にゆかりのある方もたくさん出ていらっしゃるということですね。それから、海外の作品も積極的に支援をしまして、これまで年2、3件だったんですけれども、去年は14件ということで大幅に、増加しています。でその一つであります、今年1月に撮影が行われたフィリピン映画の、インビジブル、これはアジアフォーカス福岡国際映画祭との連携によって誘致をした作品でございます。今年3月にフィリピンで開催されましたシナグマニラ映画祭で8部門中7部門を受賞するという非常に今後の展開が楽しみな映画でございます。で他には去年6月に地元映像クリエイターの育成を目的としまして短編映像のコンペティションを開催をしました。去年6月、12月とそして今年の3月には地元放送局やアニメ制作会社とともに札幌、シンガポール、香港で行われましたコンテンツマーケットにブースを出品しまして、各国のバイヤーと商談を行いますなど地元企業の海外展開を支援をして映像産業の振興にも取り組んでおります。で今後もさらなる作品の誘致、そして地元映像クリエイターの育成、そして地元映像関連企業の海外展開の支援などクリエイティブ産業の振興を目指しますとともに福岡発のさまざまな取り組みを行っていきたいと考えております。福岡都市圏をはじめとする会員の皆様方におかれましては引き続きご支援を賜りますようお願いを申し上げて、考え直さずというよろしくお願いいたします。